なんかイベントかな。ああ、また来た。あいつって誰なんだろうな。アスカがキャッて言ったぞ。アスカってたまに、あれ？なんかいきなり変なとこ飛んだら。アスカってなんかたまに急にあのキャーとか言って、なんか女の子っぽい悲鳴を、っていうか右のやつが嫌だ。どうすっかあいつ。あいつなんとかなんないか。ちょっとこれはまずいかもしれないな。あ、まずい。投げられる。どうするか。あと吹き飛ばすか、とりあえず。吹き飛ばす。で、ちょっとここでピンチになるかもしんないよね。ちょっと毒矢の置くか。で、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。まずこいつから無力化しておこう。で、次は今度はこいつだ。で、あ、いや、なんか、危機を出した。そうか。よし。なんか、うまいこと言っちゃった感があるけど。こいつ倒すか。どうすれば踏ませられるかな。踏ませらんないね、これ。ここにやればいいんか。別に、あ、罠消えちゃったな。あ、別に穴掘んなきゃいけなかったってこともない。ん？木槌。あ、くそ。来い。投資つけるか。あ、店がある。投資を使っていこうか、そろそろ。右から一体来る。見やすいガッパか。もう一本打って、打ち倒した。来るな、右から。大根か。あ、まずい。一本無駄に動いた。よし、じゃあ来るやつを相当しようか。はいはい。倒したよ。で、こいつは外そうか。やっと、ちょっとまずいかも。どうした？なんで来ない？姫武者か。よっしゃ、こいつをやっちゃうぞ。あら。矢を使いすぎか。まあいいか。よし、敵は数を減らしたぞ。やれやれ。店がありますね。あれ、確認したい。ちょっと待ってください。俺、音声取ってっかな。あ、取ってた。よかった。すいませんね。毎回毎回。あらー、ちょっと何ですか。何ですか、あなた。ちょっとお店の人とは関係ない人がいるのではないですか。倒せるかな？おとぎり、身代わり、遠投、ぶっ飛びハンマー、セルファンス。ぶっ飛びハンマーってなんだろう？
これで敵をぶっ叩くと相手を弾き飛ばすことができるぞ。あ、これいいね。これ買おうかな。そっか、これ買おうかな。どうしようかな。いらないもの売ってた。通貨1個売っちゃって問題ないだろ。通貨じゃない、投資ね。これじゃ売っちゃおう。で、あとはどうしようか。鶴橋1個持ってたいっすよね。通貨売ってしまおうか。じゃあこれ売っちゃおう。ぶっ飛びハンマー、これつけてみるか。よーし、早速使うか。じゃあこれ装備すると、ちょっと使ってみよう。なんかこいつなんで律儀に通路通ってくるんだ。まあいいんだけどさ。あれ、これ、あ、はやぶさ、はやぶさ天狗か。そっかそっかな。なんかどうも律儀だなと思ったよ。これはいいですね。あいつは本物だな。うん。これはいいな。これは1対1だったら無類の強さを発揮するのではないか。来ない。あ、動き出した。来い。あ、待て。敵や2体いるとまずいよな。よし。矢を、で、ダメージを与えて。これはいいんじゃないか。来い。来い。来やがれ。うわー、これ便利だな。これすっごい便利。これはいいや。あ、戦車か。よし。じゃあ。一年のため投資外しておこう。やった、これはいいや。よし。これはクリアの確率がかなり上がるんじゃないか。あ、やばい。敵が一体じゃないか。よし、いいぞ。これは便利ですね。来い。あら、やっぱ外れることあるわな、当然。だけど、これはいい。あとは、腹か。腹の問題があるな。巨大なおにぎりが一個あるか。これは便利ですね。よし、じゃあアイテム確認して次に行こう。あれ？あ、こいつか。よし、じゃあ。おー。なんて便利なんだ。警報スイッチいらないわ。置いておこう。あ、もっと誰を踏まないとこに置きよかった。トンネル。手封じか。これね、手封じね。手封じね。どうしようか。交換しようか。どうしようか。吹き飛ばしいっぱいあるな。じゃあ、これと交換しよう。あ、音押しつけてなかった。投資つけよう。おっと、罠はどうしようかな。いいか、こんなところでいいか。いい、11回と。あいつは爆弾、爆発するやつか。
割といい罠がありますね、ここ。場所替え。場所替えは絶対欲しいな。じゃあ交換しよう。で、これ、保存の中入れられるか。あ、入る入る。よし。じゃあ回転板持っていこうか。もう次行っちゃいますね。次行っちゃいます。ちょっとあのマップは危険だからな。もうたやすく的に包囲されますからね。てか、これ敵多いな。何体いるんだって話だ。どうする？どうしますかね。ちょっと数が多すぎるぞ。あっと。ちょっと待って。ちょっと待った、ちょっと待った。介入度がいる。介入度がいて、しかもですね、地雷があるじゃないですか。これはまずいんじゃないか？どうする？手打った方がいいよな。てか、地雷がまずいな。ここにある地雷がまずい。これがまずすぎる。大落石を、どうする？置いて、そう、通路に入って死ぬか。回復して死ぬこう。それがまあ一番いいんじゃないか。こいつ吹っ飛ばしてやる。やった、ナイスアシスト。で、ちょっと一体ずつ倒そう。なんとかなるかな？まだ一体いる。よし、なんとかなった。うわぁ、ぶっ飛びハンマーのおかげだな、これ。よし。あいつか。待て待て。ん？封印？あ、ちょっと待った。ちょっと待てよ。いや、こいつ、そう、封印されてるぞ。よかった。てか、同時は嫌だな。いや、てか、ダメージ高いな。よし。やれやれって感じだな。足止めしてた。よし。で、こいつをやってしまおう。で、ちょっと矢を稼ぎますね。あ、しまった。水のところには置けないんですね。罠を。知らなかった。そうか。ちょっと全部地雷を拾っていこう。どうする？再開発し回転板は何なんだけど。地雷と交換するか？でも同じか。敵に踏ます分には、てか自分で使う分だったら、普通の地雷の方が有効ですもんね。そのままにしておこう。あ、じゃあここでちょっと今度こそ矢を稼ぎます。まあ、こまめに矢を稼いでおくっていうのが多分アスカでダンジョンを攻略するコツなんじゃないかなと思うんですよね。っていうわけでまあ適宜カットしますよ。はい、何本なったかな？敵が下から1体来るか。78本ね。ナイスだ。あいつは何者だ？シャーガか。よし、やっちゃおう。よし。あ、また来る。ゲイズか。ちょっと待てよ。まあ、踏ませらんないよな。封印。待て、この位置からだったら？おーしゃー、いいぞ。かなり安心ですね。こんなに踏ませる必要はない。
よし。なるほど、こうやって罠を踏ませることもできるんだ、これ。このぶっ飛びハンマーってかなり強いな。これはなんだ、場所替えか。場所替えは、一本持ってるか。どうするか。持っていきたいところではある。っていうか、水がね、使いたいよね。水がね、交換しちゃうか。いいか。いいか。なんか俺結局ね、水汲まないんですよね。忘れちゃって。だからいいや。それにこのハンマーがあればね、多分水かけるよりも、非常に有効なんじゃないだろうか。間違った。ちょっと待った。腹減ってますね、今。なんか食うか。巨大なおにぎり食べちゃうか。お、来るな。ちょっと待った。これは相性悪いんじゃないか。これは相性悪いね。ぶっ飛びハンマーとの相性が悪い。デブ豚は。よし。なんかいるな。シャーガか。下からでもなんか来るな。シャーガですね。4マスで飛ぶんだな、これ。なるほど。ここの方がいいか。武器が落ちてるな。なんだろう。通販しか。いや。投資。シャーが。これは強いな。この武器めちゃくちゃ強いな。あ、待てよ。これは良くないんじゃないか。あ、大丈夫か。よし。じゃあ、次行くか。これなんだろう。曲がりはいらないな。ちょっと使いづらい。